ジョバンニ・プントは、チェコのホルン奏者。演奏可能な音符の幅を大幅に拡大させた、ゲシュトップフト奏法の先駆者であった。チャースラフに掲げられたプントを記念する名版ボヘミアの、ジェフシテェに生を受けた。彼の父は、ヨーゼフ・ヨハン・フォントゥーン伯爵の領地の濃度であったが、スティフは歌唱、バイオリン、そしてホルンを習うことができた。伯爵はスティフを、プラハのヨゼフ・マティーカ、 ミュンヘンのヤン・シンデラルツ、そしてドレスデンのアントン・ヨーゼフ・ハンペルの下へ修行に出した。ハンペルから初めてゲシュトップフと双方を教わり、彼は後にこれを改良、拡大することになる。その後、伯爵に使えるべく帰郷すると続く4年間をその地に止まった。彼は20歳になると4人の友人と共に領地から逃亡する。スティフの教育に、 多額の投資を行っていた白爵は兵士を送り、二度とホルンが吹けないように前歯を折らせたものの、一段を捉えることには失敗する。スティフはイタリアへと渡り、神聖ローマ帝国に入った。イタリアに着くと間もなく、スティフは序盤にプントに改名し、ホーエンツォレルン家のヨーゼフ・フリードリ・ヒビル・ヘルムのオーケストラに勤めるようになる。ここから、マインツの宮廷還元楽団に移るが、 数年経ってもコンサートマスターのポストが与えられなかったために去ることになる。この後からは旅をしてソリストとして演奏するようになり、イングランドも含めたヨーロッパ各国を旅して回った。チャールズ・バーニーは1772年のコブレンツでプントの演奏を聴いており、ボヘミア出身の名高いフレンチホルン、その趣味と驚くべき演奏は最近ロンドンでも喝采を浴びたと記している。 とりわけパリで精力的に活動し、1776年から1788年の間に同志で49回演奏した。しかし、ロンドンでは彼がゲストップフット奏法を使用することを批判する者もいた。1777年には施設オーケストラのホルン奏者を指導するためにジョージ3世の招きを受けている。また、プンとは、 当時一般的だったように自らの超絶技巧を誇示するために楽曲を書いた。作品からは彼が急速なアルペッチョや階段上のパッセージワークに優れた技術を有していたことがわかる。1778年にパリでプントに出会ったモーツァルトは、後にモーツァルトは父のレオポルトにプントは拡張高く演奏したと伝えている。プントは モーツァルトのオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争公共曲 K297 ビットでホルンを吹くことになっていたが、この作品は間際になってプログラムから外されることになり、その後散逸した。同年に複数のパリの出版社の協定に加わったとみられ、これ以降の彼の作品はほぼ全てがパリで出版されている。しかし、それらはかつては、 ブライトコプフウントヘルテルのカタログに記載されていた。1778年には、プントのための新しいホルン、コルソロが制作され、彼は没するまで、それを使用した。式に加えて、作曲、演奏もできる、常勤のポストを探し、1781年には、ビルツブルグ市協領のフランツルートビヒホンエルタールに、使えるようになり、 その後パリで、後のシャルル十世の年金付きコンサートマスターに就任した。この職での成功は目覚ましく、そのおかげで1787年には、給食を願い出て、ラインラントへ、自らの馬車で旅行に赴くことができた。これは当時では相当な富の象徴だった。1789年に、パリへ戻ると、テアトルデバルヤテアメイザーントの指揮者に就任し、10年間、 この職に泊まった。1799年に離職しているが、この年に新設されたパリ音楽院の職員としての登用がかなわなかった。ミュンヘンを経由して、ビーンに移り、ベートーベンに出会う。ベートーベンは二人での演奏のためにホルン・ソナタを作曲している。初演は二人の手により1800年4月18日に、ブルク劇場で行われ、翌月に、 ハンガリーのペシットで、やはり両名によって再演が行われた。1801年、プントは33年越しで故郷へと戻り、5月18日に、プラハの国民劇場で行われた大コンサートにて演奏した。評論家によると、プントは競争曲集でその並ぶもののない熟達により、熱狂的な拍手を浴びた。また尊敬を集める音楽家たちは、 これまであのようなホルンの演奏を聴いたことがないと口にした。この評論家は、プントの革新的な技巧についてコメントしており、カデンツァで彼は多くな新規の効果を生み出した2音、そして3音からなる和音を奏したと述べ、ボヘミアが偉大な芸術的、音楽的天才を生み出すことができるという証拠が、プントなのだと言葉を足している。パリへ短い旅行へ出た後の1802年。 木管楽器奏者に一般的な病気だった胸膜炎を発症した。5ヶ月後の1803年2月16日に、エミすると聖ニコラス教会で数千人が参列した壮大な葬儀が営まれた。墓前ではモーツァルトのレクイエムが演奏された。フランツ・ヨーゼフ・フレイルヒは次のように書いている。従来他のどの芸術家からも聞いたことのなかったような形で、 奮闘を際立たせていたのは、何よりも見事な演奏、上品な入れ立ち、音のとき、そして、誰よりも多くの音色を生み出しつつ、それらのニュアンスが完備で、筆舌に尽くしがたく、混ぜ合わされていくことである。機敏なタンギング、あらゆる形のアーティキュレーション、単一、二重の音色、また和音ですら器用にこなすが、最も重要なのは銀色に輝く、愛らしいカンタービレの音色である。 現存する作品には以下のものがある。ありがとうございます。